SS ロケッツの右発車5秒前。さあ始まりました SS ロケッツの右ラッシュ5秒前。そうですね、今週も頑張っていきましょう。先週の終わり方が雑すぎっていう批判の声もね、うん、すごかった。でもね、突然終わりますから我々。まあまあそんなもんですよ。今日だってね、カラオケ屋で撮ってんだから痛くないけど。カラオケ屋でもうね、タクがスーパーで買ってきたお惣菜が目の前に並んでる。いやもう現状言っちゃったもん。もっとでもね、こんなのね、音声しか入ってないわけだから、はいはい、東京赤坂のね、なんだかスタジオから撮ってますって言ったら、なんかそうなのかなって思う人も中にいるかもしれない。なんだかスタジオ、なんだかスタジオ、そうですね。あったよね、昔あのさ、アイドルとかが公開録音してるとかでさ、そうそうそう、渋谷のなんだか坂でどうのとか、あのね、FM でなんかで聞いてたら、その全国なんか東京 FM なんだか今日キーステーションに、そうね、みたいな、なんかいけすかないやつね。そうそう、 ARC 聞いてると結構あった。ああそう、うん、モンスウェーブは結構自前のあの番組やってるけど、 ARC はやっぱね土日休むんだよ。俺たちさ、子供の時さ、ノースウェーブってなかったよね。ないよ、 FM なかった北海道に。うそ、 NHK しか。 ARC ってでもいつから？1900。そこまではね、大体これもそうかなって思ってる。80まではそうかなって思ってる。じゃあ俺なんて答えればよかったの？いや分かんない、答え正解をさ。ああ、それはもう各々調べてください。クイズですよね、これ。まあね、ああ、まあ今そのね、そうそう、スマホで調べてる。いやもうクイズね、正解は何だってね、あのリスナーの人から、そうですね、送ってきてくれたら、何かしらのプレゼント差し上げます。この間会社で、今度悩み相談を送りますねって言われたんだけどさ。え、マジでラジオに？あ、嬉しいじゃん。困るよね。悩み相談。だいたいメール来てること分かるんだろうか。SS ロケットのホームページでしばらく開いてないですよ。いや、別にあの、ホームページ開かなくても、メールは届くようになってるから。そりゃそうですよ。オファー、変なオファー、いやもうライブの冗談で、ほんとに言葉慎んだろ。変なオファーなんて一個もないから。そうなの、全部いいオファーだった。なんか地方のライブハウスから。いやもう素晴らしいオファーでした。あ、そう、うん、スケジュール的にね、出れるかどうかわかんないけど。ああ、そうなの、うん、レコーディングですよ、俺たち。そうですよ、レコーディングするんですよ、うん、今度ね、うん、やっぱり春といえばレコーディングですから。そんなの決めたことないよ。春といえば、うん、ね、新しいスーツかレコーディングかでしょ。新しいスーツ買おうよ、そろそろ。そうだね、うん、働く人じゃないけど。そうそう、買おう買おう、うん、ボッテガの買おう。ボッテガってスーツ作ってんの？わかんない。ありそうだけど。ボッテガって何のメーカー？ボッテガってなんかわかんないけど、イタリアの革細工のメーカーだと思う。すごいスーツになりそうだね。なんか革なんでしょ、っったら、ね、家一軒建つんだよ。背広の話はいいよ。レコーディングで、レコーディングするんですよね。何曲ですか？3曲、3曲ぐらいやろうかの予定ですよね、うん、そうですよ。でもダメだったら1曲で終わるかもしれないね。うん、こればっかりはね、やってみないと。そうね、別にウルルートとかが決まってるわけじゃないからね。タルルートくん、ウルルルート、タルルートくん、タルルートくんが決まってるわけじゃない。まあそうだね。いや、ちょっとそこ認めるんだ。ウルルートね、決まってるってなんだろうね。いやいや、それはもうさ、あれでしょ、そのラスタの世界とかそういう風になるわけ。そういうこと、そういうこと、決まり事でしょ。そう、うん、そういう話はさ、うん、あんまりさ、そうなんだよね、そういうイメージ持たれるから。誰かの長女じゃないんだよ。誰かの長女、誰だか誠の長女とかじゃないんだよ。ねえ、俺芸能ニュースとかわかんねえんだよ。マジで？あ、そういうことか。そういうことだよ、ね、人力車元。あ、そうなの？うん、あ、そうなの。そう、まあまあね、なんでそんなんで親が謝るんですか？よくそんなんでしたね。いろいろ、あれいろいろあったよね、うん、その結局お前なんか自分が謝るときにさ、私は個人だから、うん、
娘がやったことも謝らなきゃいけないとかって、お前公務員じゃねえだろってね、公務員じゃないだろってすげえ突っ込まれる。ああ、くだらないよね。くだらないね、揚げ足取りってくだらないよね。だったら芸能人にマイク向けなきゃいけないね、大した面白いことも言われるのに。まあ確かにそうだ。でもみんなそこそこ楽しんでるよね。まあ確かにそうだ、楽しんでるよ。そうだよね。何の話これ？あれ？何の話？いや、レコーディングするって。あ、そうそう、レコーディングするわけ。うん。レコーディングするわけ。次のはいいぞ、絶対。次のはいいぞ。次のはいいぞ。うん、だって曲がいいもの。曲がいいもの。うん。都合さん本気で作ったもん、今回は。都合さん本気で作った。はい。全部今、オウム返しになってるけど。いや、だからね、また多分 iTunes ストアで100円、200円、そのぐらいで売るでしょ。まあ、そうだね。うん。ぜひ。あれね、いつ目標は、その仕上がりは4月末ぐらいに、ね、うん、配信というか CD とか形にできればいいけどね。そうだね。そうで、最近じゃないけど、うん、気づいたことあったよね。なんだろう。結局どんだけいい曲作ってさ、うん、頑張ってやっても、うん、まあ結構その本当音源化というか CD 化する、はい、うん、時に、うん、そのエンジニアさんの力ってすげえんだなっていうことをさ、まあいいじゃない。いや、サンダーさん今までさあのロッキンオンとかでさ、うん、今回はマスタリングになんか外人とかを使いましたとかさ、うんうん、レコーディングスタジオでどこどこ使いました、うん、エンジニアは誰に頼みましたって話をさ、うん、散々読んだじゃん、うん、あざまんだみたいな。でもさ、うん、今知らねえおじさんに、うん、外人ねボブに頼んだとかさ、うん、あれだけどやっぱその差って結構でかいんだなって初めて自分たちでそうだねやるようになって気づいたよね、うんうん、だからみんなもレコーディングする際はいいエンジニアをつけた方がいいよ。そうだね。まあでもそれに巡り合えるかどうかわかんないけど、でみんなはレコーディングする機会があるのかどうか知らないよね。それな、うん、それなそれな、そうなんだよ、うん、まあまあまあ、ね、できるから、うん、でさ、うん、あのなんで今日こんなねカラオケ屋で撮ってるかっていう話ですよ。いやね、またカラオケ屋の、そうだよ、あの先週も話したけどさ、うちのスタジオが使えねえんだよ今。出た、都合スタジオ。都合スタジオ、ずっと今まで撮ってたね、都合スタジオ。そう、スタジオ2662ね。お久々に聞いたぞ、うん、厚別中央6号。まだ住所発表しちゃった。そうそうそう、電話番号はいいか、うん、いいな、うん、そう、工事入っててさ、あら、あれだ、床の剣のやつだ。そう、 1月の放送で言ったじゃない、ね、床が水浸しになって、うん、ついに工事入った。恐ろしいことに床と壁全特化になったからね。いいじゃん、逆にいいじゃん。いいのかね、新築で全特化ってあんま意味わかんない。まあまあ、でもいい部分もある。確かに。でもあれでしょ、ほら、あのこの前言ってたけども、うん、ホテル暮らしなんでしょ。そう、今はホテル暮らし。なかなかね、いないよ、ホテル暮らししてる人なんて。不祥事を起こした人か。そう、軟禁だよね。そうそう、うん、あの、ね、今だったらあのレスリングのあの人がなんかホテル、あ、病院入院か。ハゲ。でもさ、ホテル暮らしいいかと思ってたんだよ、うん、なんか芸能人みたいでかっけえじゃんって思ってたんだよ、うん、だけどひでえもんですよ。だって今まで 4LDK に住んでてさ、うん、それがいきなりワンルーム2人暮らしですよ。え、そんなに良くないところに。そうですよ、スイート的なのを想像してたんだけど、空いてなかったっつって。あ、そうなの。部屋にベッドが2個あるだけですよ。それはきついね。きついっす。言った方がいいんじゃない。まあ空いてればだけど、空いてないんじゃないかな、部屋は。そうなの。毎日ロビーにはさ、アジアの外国人がでっかい声で喋ってるさ。あ、そうなの。そうですよ、ひどいもんですよ。え、そのどこまでそのケアしてくれるの、生活は。まあ飯とか食費も出してくれるの。もちろんそうだね、キッチン使えないわけだし。だからまあホテルでかかった金は全部って言ってるから。ああ、え、じゃあそのルームサービスとかも OK？ 頼んだことないね、怖くて。怖くてやっぱりそこが貧乏症なんだよね。ああ、用クリーニングも頼めないもんだからか。え、それ絶対頼んだ方がいい。いや、頼んだ方がいいんだけど、うん、結局さ、下着とかじゃん。うん、常に必要なのは。まあ、ちょうど常にちょっとうんちついちゃって。そう、いや、ついてないじゃん。そうじゃねえ
どんなやつ。そうなんだよ。いや、つかないよね。ウォシュレットになってから本当にうんちつかなくなったよね。あ、そうなの。違う。僕はノーシュレット。いや、その話はまた今度別にしようか。今はそうだから、なんかホテルね、別にビジネスホテルじゃないんだけど、コインランドリーがついてたの。やっぱり気になる。ウォシュレットになったらうんちつかないってどういうこと。いや、しっかり洗ってっからじゃないよ。あー、でもそんなにさ、うん、ぴったりしたパンツ履いてたね、これ。ティーバック？ティーバックじゃないけど。ティーバック？ティーバック。なんで歌うの？いや、そう考えてみたら、だからウォシュレットじゃない生活って80年代まで、その時小学生とかだったから、小学生はうんちの拭き方わかんないからうんちついてた可能性が高い。ああ、確かにね。そうだね。それだ。なんの話。なぜパンツにうんちがつくかっていうね。ちょっとそうそう、クローズアップ現代的なテーマだね、うん、ホテル。いや、うんうんじゃなくてさ、クローズアップ現代でそんな話しねえから。どこクローズアップだったんだ、うん、じゃあホテル暮らしの話じゃん。ワンルームでベッド2個もで、俺気づいたんだよ、うん、あのさ、疲れが取れないんだよね。なぜか自分家じゃないからね。そうなんだよね。で、なんか旅行とか出張とか行ったらさ、妙に疲れんじゃん、うんうん、であれって移動とかのせいだと思ってたんだけど、うん、ホテルのせいだね。そうだね、うん、疲れるもんだね、乱暴快適なとこでも。まあでも慣れだよ。慣れるかな、うん、慣れた頃にまた自分家に戻れんのかな、うん、いや、家には戻れるよ。すぐ戻れて、広くて落ち着かねえとか言うのかな。あ、それはあるね、うん、え、何週間？1ヶ月4週間そうですね。うわ、結構だね。もうね、4週間のホテル暮らしっておそらく人生でもないと思う。ないだろうね。よっぽど、いや、あるかもしれないよ。うん、嫁に出てけって言われたとか。そしたらほら、ホテル暮らしとかっていう。そうだね、あるじゃん。もっとビジネスな感じだよね。そうそう。まああと、まあでも出張出向でも部屋借りるし、ホテルじゃないと、レオカレスとかそういうあれでしょ、うん、4週間の、しかも同じとこね、うん、まあ旅行とかで、1ヶ月の旅行とかのホテル暮らしあるかもしれないけど、そうじゃなく普通にそのホテルから出勤しなきゃいけない。そうそう。しかも夜とか妻が仕事するからっつって締め出されるんだよね、部屋から、ね、で行くとこねえじゃん、うん、でまあ風呂入ったり洗濯したりとかするんだけど、ずっとロビーで膝抱えてんの。いやなんか頑張ろうよ。そして酔っ払って帰ってきた外人とかがさ、大騒ぎしてんの見てさ、ガン飛ばしたりしてんの。それはね、疲れるわ。その生活は疲れるわ。そうだよ、なんでガン飛ばしちゃった。まあね、皆さんもね、ホテルはそんないいとこじゃないですから。うん、じゃあまあ曲いきますか。いく？曲いきましょう。じゃあ今日はそんな、そうだな、そんな気分の曲いこう。 SS ロケッツで17歳のパンク。